ジャガールクルトの手巻時計です。1940年代製造のセンターセコンドコレクション。長期間製造された当時の主軸機 CALP478 を搭載したオールドモデルです。文字盤はシルバーカラー。夜光の全数字インデックスとひし形張りの組み合わせ。12時1にジャガールクルトスペル。外周にミニッツトラックがレイアウトされた。無駄な装飾を省いたクラシカルな風貌デザインです。メッキケースはスナップバックのラウンドフォルム。バンドは社外製のコットンストラップを装着しています。長い年月を経てもその価値を失わない風格を感じるジャガールクルトの一品です。コンディション、ダイヤル、文字盤、焼け、シミ、汚れなどの経年変化が認められます。文字、メモリのかすれ消えはありません。針、インデックス、夜光は劣化しています。ケース、裏蓋、チレ、小傷、腐食が認められます。大きな凹みはありません。風貌、チレ、小傷が認められます。装着しての日常視認性は十分に保たれています。ベルト、社外製です。すぐに装着可能です。操作方法。ニューズでゼンマイを巻き上げます。引いて回すと、針が動いて時刻調整ができます。日差は24時間の実測で30秒以内に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。ラグ幅16ミリです。ケース径は約33ミリ、リューズ含まず、縦、ラグからラグまで約41ミリ、厚さ11ミリ、風防含むです。時計の外観コンディションや精度など詳細は、概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また、お気に召しましたら、チャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。